さて、先ほど予告した通りですね、19時過ぎたので、あのお知らせしちゃおうかな。わー、なんかもうハードル上がってるんじゃないかな。なんか映画化とかそういうの期待してる。歌手デビューとか、さっき歌手デビューってさっきありましたよね。何が発表と、さっきねちょっと予告したんですけれども、実はこのウェザーニュースライブに関わる重大なお知らせをしていいよという許可がようやくおりました。これいつお知らせするんだろう、いつ発表するんだろうってだいぶ前からねそわそわしていたので、ようやく番組で言っていいよっていう許可がおりたので、心の準備はいいですか？あの、歌手デビューじゃないです。誰が何の目的で歌手デビューする？ワクワクと。そうね。あ、気になる。何だと思います？もしかして今すごいハードル上がってる？もしかして。あ、感動しますよ、全米が。うん。いや、それもちろんですよ。うん、めちゃくちゃ感動すると思う。気になる。何が起きるんですか。はい。どうぞ。ということで、実はですね、じゃあ行っちゃおうかな。このウェザーニュースライブ、なんと、18日木曜日、朝5時からのウェザーニュースライブモーニングより、新しいスタジオでスタートしまーす。やったやったーやったーやったー、スタジオが変わりまーす。変わりまーす。マジで。そうなんですよ。スタジオ、このね、スタジオもですね、ずっとお世話になってね、大変お世話になったんですけれども、なんとなんと、そうです。あの、スタジオが変わります。あ、おめでとうございますと、ありがとうございます。